食塩に電気が流れるかどうか、さまざまな状態の食塩で実験しましょう。まず固体の塩化ナトリウム、つまり食塩の粒です。次は塩化ナトリウムの水溶液、つまり食塩水です。そして熱して溶かした塩化ナトリウム、食塩はおよそ800°C で液体になります。確かめるのはこの装置。電気が流れるとプロペラが回ります。まず固体の食塩で調べましょう。流れません。食塩の水溶液はどうでしょう。電気が流れますね。熱して溶かした液体の食塩、勢いよく回ります。実験の説明をしましょう、はい、食塩水の方なんですけれども、イオンがこのように取れちゃうんですよ。自由にこう動けるようになるんです。全部バラバラになっちゃうわけですか、はいはい、イオンが自由に動けますから、はい、プラスの電極の方にはマイナスの陰イオン、マイナスの電極の方にはプラスの陽イオンが移動できる、この自由にイオンが動けるということが電気が通る仕組みなんですね。答えはこう見て分かりますように、がっしりと規則正しくぎっしり詰まってますよね。そうですね、動いてないですよね。これ動けないんですよ。なので電気は通りにくいっていうことですよね。ところがずっと高い温度で熱するとまたこの塩化ナトリウムの固体が溶けるということですから、実はこのイオンが自由にまた動けるようになるということで、また電気が通るようになりました。じゃあ、 電気が流れるというのはイオンの動きに関係があるってことですか。そうです。